これまでマイクラがいくつもの冒険を繰り広げ、星の数ほどの無理難題をこなしてきたドズル社メンバー。今回メンバーが挑戦するのは、なんと全自動5大ボス討伐装置。マイクラで5大ボスと呼ばれるエンダードラゴン、ウィザー、オーデン、エルダーガーディアン、ピグリングルートをトロッコに乗りながら討伐していく装置作りに挑戦。果たして前代未聞の装置を完成させ、5大ボス討伐を自動化させることができるのか。今回はなんと全自動5大ボス討伐装置作っていきたいと思います。頑張ってください。いや、頑張ってくださいじゃないのよ。みんなで作るの、僕だけじゃなくて、はい。マイクラにはね、5大ボスと言われるエンドラ、エルダーガーディアン、ブルート、ウォーデン、ウィザーと、強いボスがね、はい、5体いるんですけれども、この5体のボスを簡単に倒せる、装置をですね、今からみんなで作っていきたいなと、思っております。なるほどね、なるほど、簡単に、うん、簡単に倒せる装置を作るのはかなり難しいと思います。はい、うん、できればもうだからそのトロッコに乗ってれば気づいたらもう5大ボス討伐が終わっちゃったみたいな。なるほど、なるほど。難しい要求だ、難しい要求でしょ。はい、もうなんかこう乗ってるだけで5大ボスが討伐できる誰でもできますね装置をね、ちょっとみんなで作っていきたいと思いますので、はい、今日はかなり気合を入れて頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。やってみましょう。よし、いきますか。分担は、分担は、あ、はい、ウォーデンやりたい。え、ウォーデン、ウォーデン、いけます、いけます。じゃあウォーデン担当お願いします。はい、今回あれですね、そのコマンドでキルするとかなしね。まあなんでその装置に乗ってる人が殴って倒すとか、まあそういうのは OK です。はい、ちょっと地形をいじりまくるのはありですか。地形は OK です。はい、あ、はい、助かる。なるほど。まあでもあんまりこう、あの、美しくないものはやめてください。あ、美しさ、はい、美しさ大事。美しさ大事、美しさ大事です。はい、一旦分けます。どんな感じですか。ざっくりね。ざっくり。まあ、各部分まず最初多分村でゴーレム倒してとかツール作ってみたいな人がいた方がいいですよね。はいはいはい。うん、ゲート作んなきゃ。あ、でネザーゲート作ってみたいな。うん。マグマだまりまで移動して、移動もトロッコかなんかで移動したいですもんね。はいはいはい。自動だから、うん、で要塞に行ってブレイズロット集めて、廃要塞でパール集めて、はいはい、攻撃装置かな、ブルート倒して、うん、攻撃なんかできるようにして。俺も、あ、皆さん、はい、ウォーデン討伐装置のイメージできました。あ、早っ。お早い。あ、いいですね。じゃあちょっとボンさん、ね、ウォーデンどこで組み込みます。どこでもいい、結局ゲートで移動してくるよね多分。最初でもいいですけど、うん。まあ確かに確かに。メザー入ってからもうそのままエンド行っちゃうとかでもいいですけどね。ああ、それもいいよ。最初でもいいよな。古代都市がめっちゃ近くにある。古代都市が。あ、本当？じゃあ最初もオーデン行っちゃうか。まあ最悪気合のトロッコでつなげばどこでも行けると思うんで。そうだね。まあ確かに気合のトロッコで行けるから、うん、確かに。一旦装置完成させましょう。はい、他皆さんいかがでしょう。これウィザーどこでやります？ウィザーは岩盤はめがいいだろうから、うん、ネザーの岩盤かエンドの岩盤のどっちかだと思う。はいはい、うん、最後ウィザーにやります。ウィザーします。最後エンドラじゃない、だからエンドか、さすが岩盤っすかね。どっちかだと思う、エンドの岩盤かネザーの岩盤か。はいはいはい。イメージ湧いてないんだよな、うん、湧いてない。じゃあ僕村行こうかな、まあ、はい、ウィザーやろうかな。ウィザー、じゃあエルダーガーディアン行きます。おお、いいね。じゃあ、廃要塞。廃要塞、いいね。どうぞ、先に、うん、
寝酒どこに開くかだけちょっと決めてもらってもいいですか。そうだね、マグマ溜まりですよね、この近く。ウォーデン先行くならウォーデンのとこでもう寝酒げと繋げちゃいたい、うん、でそこをベースに寝酒組出発して、そうしよう、そうしよう、行きますか。じゃあ僕村で水バケツと火打ち石以外なんかいります？鉄ピ？鉄ピか、そうだ鉄ピいるな。ブロック取る用の鉄ピ欲しいな、確かに。あ、麺要塞隣やん。やば。まとなり。やったわ。汎要塞がゴリゴリに埋まってるやん。あ、青森も近くにあるけど、まあでも汎要塞か。汎要塞ね、ゴリゴリに埋まっとる。そっか。流れとしてはまずブレイズ狩りして汎要塞行ってで岩盤ハメか。うん、あ、そっか、それができるんだったらいい、うん、だから廃業祭の上あたりにあるといいんだ。ウィザー倒し終わった後にネザー抜けたいよね、もうだから。うん、確かに、うん、やべ、もうボーデン出ちゃった、ボーデン出ちゃった、出ちゃったいや、クリエだから焦んなくていいです。お前、行ってもいいのか、行ってもいいのか装置だからね。アイアンゴールムトラップ作ろうか。装置のやっぱり、まあ、代名詞ではある。代名詞、ね、うん、とりあえずウィザー装置はもう素材があれば倒せる。マジやつができた。すごい。早い。時間残ってると思ってるやん。ただアルティメット武骨。いや、いいよ、武骨こそ装置の本懐だろ。いやー、すげえ。ちょっとじゃあみんな武骨、武骨こそ装置の本体。いや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 、かっこいいな、そうすれば。わかるけど、言いたいことはわかるけど。よっしゃ、ちょっと僕今から家庭訪問行きます僕の装置は今現在こんな感じでございます。はい、村からスタートしてここでゴーレム討伐装置を使って鉄をゲットし、続いてに繋がるという装置を作っております。で続きまして、ボンジュール君がサボってないか。ちょっとクロック回路を、はい、どうすればいいのか悩んでどうやって作るのか。あ、一番オブザーバーが簡単ですよ。オブザーバー。あー、見合って、うん、見合って。これどんな装置なんですか、これは。これは、まだちょっと今作る中に、はい、スカルクセンサーを置くと、はい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 、この中にウォーデンが分かる。ああ、なるほどね。それをもう弓で。おお、もう物量戦線。物量。あ、いいじゃないですか。めっちゃ。これの見合わせ。いい感じ。古代都市に巨大な装置ができております。なるほど。そして、続きましてネザーに行って、じゃあオラフ君のとこ行くか。はい。オラフ君のとこに行くと、あ、廃要塞。今はあれですね。交易所を作ってます。交易ね。はい、交易を作らないと。エンダーパールがね、オッケーオッケー、手に入らないんで大量の金をここでゲットして、はい、なんか入れたら攻撃してくれるみたいな。あ、今それをね、なんかしようかなと思って。あ、いいね、この辺のピグリンを掘った瞬間にブワーって落として、そんなことできんの。あ、すごい。今、はいはいはい、頑張ってできたらいいな。いい、ね、はいはい、いい感じです。そして、大原面のとこに行くと、これ何、これ。これは海底神殿に向かう、ちょっと道の整備中でした。あ、道の整備中か。はい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 。装置がですね、装置がかなりシンプルなものになるんです。はい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 。あ、すごいすごいすごい、攻撃、あ、入ってる。もうこの状態にして、あとは放置するだけです。あー、じゃあもうこいつをここに置き去りにして。置き去り、まあここで一応待機もできるように。あー、なるほどね。はいはいはい、倒したらこう行けるように。すげー、面白。あ、本当だ。面白いな。はいはい。置くときにちょっとこの辺で、うん、めっちゃ遅くスローっ て、あー、調整、微調整がね。こんな感じでやってきて置くっていう。置く場所を間違えないようにしないとね。そうですね。うん、そこだけ。ありがとうございます。に変えとこう、地面。いい感じ。そしてその後海底神殿。あれ、海底神殿はこれは？海底神殿は？マスカどっかに。あ、今いるよ、ここに。これは、うん、まあなんか入り口から入ってもらいたいなと思って。ああ、すげえ、なんかめっちゃすごいのできてる。海底トンネルできてる、早くも。本当に同じ時間で作ってんのか。はい、ここから普通に若干スピード遅くなると思うんですけど、うん、普通に進めるんで、進んで、はい、
で、このままエルダーガーディアンのイルフィアに運営して、直行して、あの、ちょっとここ上がりすぎて頭をつけるんで、うん、そこ調整してました。調整して、はいはい。で、ここでエルダーガーディアンを討伐すると。そうですね、ぐるぐるするけど、ちょっと水抜いた方が戦いやすそうなんで。ああ、確かに確かに。カイロでなんとか水抜けるより頑張ります。オッケーです。お願いします。あれこれブレイズどうします？誰が今誰も担当してない状態。まだ担当してない誰も。エンドラ工程が多いから終わった人がいる。うん。あできたー。おマジ？いやあれあれあの自動ピグリン交易。ナイス。マシーン。マシーンついに完成したか。マシーン。いやーちょっといやいっぱいなんかピグリンを呼び寄せようかなと思ったんですけど難しかったんでちょっとあの自動交易マシーン頑張って作ってみます。あいいね。レバーを押したら金が勝手に落ちるみたいな感じの。はいはいはい。遊んでます？いやいやいや乗る人のために親切に看板作ってあげたのに。忘れ物ないですかってひどいな人の親切遊んでますとはイカス輝くイカスミ遊んでるかなと思っていやいや見やすくですよ見やすく武骨 100% のブレイズ装置完成しましたえ早くない天才俺天才かもしれないです早いなやべ村かっこいいよ何これいいでしょ装飾までしてあるドズル鉄道ドズル鉄道作っためっちゃかっこいい。いいでしょ。求められちゃうか。トズル鉄道ボンさんとこまでつながりました。あ、マジですか？はい。おお。最高か。え、どっから来た？上から落ちてきます。そうでしょ？一穴、はい、一マス穴を。やばすぎる。ウィザスケ装置どうします？ウィザスケどうしよっか。そこが結構難関だな。一つは。うん、一つは。湧き潰してウィザスケトラップを作る。そうだね、うん。湧き潰しでも現実的じゃないよね、ちょっと。売り絵だからといって。現実的じゃないよね、いやいや、ね。ちょっとなんかでいい方法ないかな。なんかウィザスケロードみたいなの作って、ガーって連打してウィザスケ倒しまくって、一箇所にのチェストに全部回収される装置みたいな。まだね、ちょっとアップで。うん。ウィザスケロードの方が現実的ではウィザスケロードにしよっかぎゅうぎゅうに詰めた一発殴ったら死ぬウィザスケを殴って一箇所でチェストに集まってくる、まあ、ドロップ層がなくても1000体ぐらいいたらやれるだろう納金だなそれマジでね1000はまあまあ最高最高、うん、いつか出る王殿完了お、マジですかオーデン多分ね、あとボンさんがとどめを刺す、刺せればオーデンまで行けた。海底神殿まで面のところから来て、ここからどっか行くならつなげるだけで。オッケー。エンドラ行きたいですね。エンドラ行くか。ね、要塞編はどっちも行けてるんだっけ、ロットとパールは。ロットが行けてて、パールは交易で。要塞だね。うん。で、今、ウィザスケロード制作中で、ありがとう。まあ、でもここに関してはもう、納金あと2000体のウィザスケ出したら一応終わりぐらい。ちょっと、あと2000体ってどういうこともう、足せば終わりです。ここで湧き装置、土ブロックなのいいな、なんか。風情があります。原始的でいい、なんかする。やっぱ一番シンプルに落ち着くんですよ。いろんなものすごくいい。すげえ地味なんですけどいいんですかこれ。何がねえか。ピグリンブルートを倒すのが。いいんじゃないシンプルで。いやちなみにオラくん。はい。地味って思うかもしれないけど、ほぼ地味だから大丈夫だよ。もっとこの前にウィザスキ2000体を地味に倒すっていう地味パートあるから。ウィザスケバカにしました。いやいやしてないしてない。みんな地味だよって。よし、気合い入れてエンド作りまーす。お願いします。頑張ります。僕も頑張りまーす。オープン。きた。埋まっとる。ぶち抜け、ぶち抜け。ボンさんも来ますか？ん？うん。ウィザスケを詰めるバイトしません。ウィザスケを詰める？あ、いいよ。
ウィザスケを詰めるバイト。詰めるバイトね。あれね。はい、夏の時期はこうなるんですけど。これ何やってんのこれ。あのこの穴にいっぱいウィザスケを入れるって仕事です。窒息ダメージの音がしたら次のエリアです。なんかお気に召した装置ありました。最高です、このミサスケ。このミサスケ最高です。こうなってんだ。なるほどね。パワーです。マジパワーだなこれ。あ、なんかなんかワールドが重い。え、なんかモブの動きが遅すぎる。落ちるぞ、落ちるぞ。ミサスケだろこれ絶対。なんかモブの動きが変。本当にやばい。ここだな、原因は。フィンとボンさんも手開きますそろそろ。あ、ウィザースケ全部嫌がってる。ええ、あら、なんで消滅した。デスポーンしたか。 What? 遠くに行ったから。あ、そういうことか。おい、名札、ね、名札なんだったのか。あー、僕も後で名前つけとこう。ビビリンブルー。なんでこった。なんでだろう。名札つけて。もしかしてスポーンウィックに名前つけとった。名前つけた。それあかんかったっけ。もう一回名前つけたらダメだったような気がする。あ、ダメだった。残念。あれかけ詰め終わった。ピッチャーに戦隊一体一体に名前つけていかんとけんの。バカ言うな。これはやばい。誰がついたかついてないかわからん。ああ、めっちゃいい感じっすね。よし、開通しました。オーディかな。オッケー。お疲れ様です。全ての多分道がつながったはずはずどうしよう、一箇所全然どこともつながってなかったら孤立してる。全然孤立した道が、うん、全然一箇所つながってなかったらどうしよう。いきます。よっしゃー、ゴーレムにやってもらいます。斜めに飛んでったら考える。おお、びっくりした。いったか。おお、なんかすげえ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 。オッケー。すごいのができてる。おお、すごい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 。よ、すごい、こんなに正確にできた。なんか風忘れてんの。あ、違う、ディスペンサーが、ん？入ってない、もしかして。いや、入ってんな。あ、これちょうどブロックの間。ブロックの境だ。ブロックとブロックの間。これ運か。あとあれですか、エンドラの倒すあれだけですか。装置だけだね。うん、どうやって倒すっていうなってる。どう倒そうか。もうだから地道にここにエンドラが降りてきたらボタンを押してここまで来る装置をして殴って終わったら戻る。往復装置。往復装置でもう。往復装置。最後はそういう、まあ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 。まあやっぱ今回テーマ納金で。めっちゃもう。テーマ納金じゃないでしょ。テーマ納金でやらせていただいてきてますんで。残っていても納金しないでください。死んだら終わりですよね。死んだらもう最初からです、ね。レール削られた。あ、うわ、こいつ。レール削んのエグすぎる。レール削る。マジか。るか、もうちょい下げれば、もうちょい下げる。トンネルにして。あ、下げます。モグラ作戦、モグラ作戦。モグラ作戦じゃないやっぱり。降りてきたらぴょこって出てくるっていう。モグラ作戦、モグラ作戦にしよう。それしかないよな、でもレール削られたら叶わんよな。エンドラの頭が。うん、こっち向きだった場合はもう帰るって感じなんですか。もうか諦めて帰ります。これだから4分の 1? 反対側なら帰る、やべえな。じゃ帰、あ、向こう向いたかって言って帰る。帰りまーす。これいいわ。最高最高。めっちゃシュール。めっちゃいいよ。すぎるぜ、それ。帰る。よっしゃ、完璧だ。なんならもう、力のポーションとか出てくるの。作れない、ここで。ああ、まあね。チカポね。あの、待機場所に、待機場に。チカポ使っちゃうか。いや、かなりかっこいい。そこなんで渋るのか。そうなんすよ。いや、こう、ちょっと美しさ問題があるんですよ。そこまで行くか無理ですよね。チカポは美しさ問題ある。マジマジ。じゃあ、全然いいけど。
はい、ということで、なんと制作時間、5人でフルフル5時間使いました。はい。これが、うまく機能しなかったら僕たちは泣きます。いやでもかなりいいものができたと思いますので、はい、それでは今から5大ボス討伐全自動装置いきたいと思います。お願いします。お願いします。どうするさんでよろしいですか。はい、私が乗らせていただきます。いやなんかドミノみたいだね。なんかいやこれちょっと緊張しますね。あちょ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 最初に潰さないで。危ない危ない危ない。いきなり終わるとこ出鼻をくじかないで。じゃあいいですね。走り出したらもう泣いても笑っても最後です。はい、はい、参ります。頑張れ頑張れ。それでは5大ボス討伐出発進行。イエーイ。さあ来ました。あ最初は木を掘るゾーンです。はい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 、まあ、マイクラのね一番最初の動作ですわな。うん、まあまあまあ。そっから始まりますね。アイアンゴーレム多すぎ。え、ちょっと待って。めっちゃいる。いや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 、このコーナーは私が担当させていただいたんですが、はい、まあ、大は小を兼ねると言いますか。兼ねすぎ兼ねすぎ。はい、まずはドラム缶みたいになってる。いや、この村のところで、まあ、初期装備だったりね、混ざってる。いろいろゲットしたいなと。これ最後までもう木取れないってことっすよね。そう、ここで木を掘っとかないと。ないよ、もう木補充ゾーン。補充ゾーンない。ないです、ないです。やべえ。めっちゃ貴重だこれ。どれぐらい持っとくか大事だな。あ、そんないらないでしょ。たくさんでお願いします。え、なんで？いやいや、まあ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 、お楽しみなんです。いろいろある。多めで。木多めでお願いします。わかりました。木多めで。よし、これだけやれば大丈夫ですかね。大丈夫かな。木集まったら、さあ木を集めまして、続きまして、はい、木のシャベルも一応作っときます。でこれで、ここのボタンを踏むと、さあ来ました。おーゴーレムを自動で処理してくれます。そしてこのゴーレムを処理してるのを片目に見ながら砂利を掘って火打ち石をゲットしていく。一応出てますが飛んでいきました。出てるか。ああ、まあそういうこともある。そういうこともある。これ出てもあっちが全部飛んでくるのでは。嘘。あ、火打ち石来た。火打ち石来た。おお。オッケー、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 オッケー。さあそれでは続いてこちらのゾーンをさらにピュー。おお。回収しながら。おお、来た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 。なんか看板が。鉄が3スタックも手に入りました。やば。3スタック。ケピーも入れときます。あ、じゃあ。全身防具も作れる。あ、そっか。ここ でバケツを一旦作って。バケツを作って。はい、バケツ作って。水バケツね。水をゲット。そして、火打ち石を作って、鉄のつるはしを作れだって。これ、なんかカンニングペーパーですか、これは。いや、違います。親切ですよ、忘れないように。確かに。はい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 。他、剣もあった方がいいかな。鉄の剣。確かに鉄の剣、大量に必要でしょうか。対応に必要です。18本作りました。多いな、多いな。さすがに足りるか。よし、参ります。こう、よし。あ、来た。おお、ドズル鉄道だ。ドズル鉄道。ドズル鉄道。あ、すごい、すごい、すごい、すげえ。あ、いいですね。全然距離進んなかったけど、ここに来てすごい。来た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 。これで村編は終了ですかね。村編終了。村編終了。ああ、もう花ばらまいてる。ボビが。何かのワンシーンみたいな。ハルキ出てない。よしよしよし。あ、続いてはこれは例のところに行くのか。そう。曲がってますが。このまま曲がって洞窟へ。おお、いいですね。おやおや。いや、細くなりますね、急に。ああ、なんかトンネルに。さあ、突入です。さあ入っていった。来た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 。あ、お、なんだ。いや、細い細い細い。さらにトンネル。いやー、落ちて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 。すげえ深くまで行ってる。深っ。来た来た来た、深い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 。深いところとやっぱり。古代都市ゾーンとです。ここでは最初の古代ボス、ウォーデン飛ばー。お、いきなりウォーデン。あ、来た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 。自分で召喚するスタイル。そ
え、湧いてる湧いてる湧いた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 急いで急いで急いで、これやられることあるんですか？僕安全だと聞いてきたんですが。安全です安全です。全自動装置ですよね。さっき書類書いたでしょ。書類書いた、書いてない書類。責任負いませんみたいな。カーリン書いてみました。うわぁ、どんどん出てくる。怖いよ怖いよ。え、これ本当に討伐できるんですか？できますできます。死んで死んで。では最後の、そこ壊してください。ピラミッドみたいなのが。ここで、この、いけ装置の中に、ウォーデンが、湧く湧くのか、うわ、湧いて、あ、そして矢が、大量の矢が。矢が放たれます。おー、あ、いいね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 。あ、これを見てるだけで。そうです、そうです。すいません。あ、楽ちんだわ。されないんだ。でも、トロコ持ってますから。あ、安全なんだ。安全。もし撃たれたらごめんなさい、頑張ってかわしていただいて、かわしていただいて頑張る要素あんのこれはい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 、あ、でもちゃんとダメージが、でもウォーデン体力高いですけど大丈夫ですか？これは多分これでいきます、これでもう脳筋のこれは本当に大量の、あ、痛い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 、あー、ナイス、まずはウォーデン討伐、オッケー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 、順調順調、いいねいいねいいね、いいですよ、どうぞもうしばらく回っていただいてね。これまだなんか3段ぐらいありますけど。保険の3段。保険の3段。かなり保険かけてます、これは。さあ、そろそろですよ。ああ、来た。よしよしよし。あ、古代都市も見晴らしがいい、すごい。さらば古代都市。さあ、上がりまして。さあ、行け。次はおお。下っていく。下れ。あ、なんかゲートが見えた。ぽいやつ。あれ乗って大丈夫です。乗ってください。ばあちゃん。そしてここで水を垂らし火打ち石をカチッとな。おお。ついた？あ、ついてる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 ついたついた。おお。いった。おお。さあこれでネザーに。ネザー。もう次の道が用意されている。さあ、乗り換えです。乗り換えます。はい、ポチッとな。で、これで行っていいですか？はい。うわ、要塞が見える。レッツゴー。これ誰ゾーンの何？これは何のゾーンですか？これは大原面ハッピー要塞ゾーンでございます。ハッピー要塞ゾーン、要塞ゾーン。あれ、なんかブレイズスポナーが見えた。さあ、まずはどうにかしてロット集めてください。え、どういうこと？ちょっとちゃんと説明してください。待ってれば降ってきます。降りてきた。本当だ。で、あとはどうにかしてロット集めてください。あ、ロット一本、ロット一本。ナイス。好きなだけ、あの、気が済むまで。気が済む。え、何本必要なんですか？何本必要なんだろう。6？ 6あればいける。いや、なんか適当だな。最低6本じゃない？6本ね、OK。あの、ちゃんと落ちてくるのすごい、これ。ちょっとマグマの力を借りて、真ん中に集めるようになっております。あー、ちゃんと装置になってんだ、すげえ。これはすごいわ。多分、まあ、攻撃飛んでこないはず。うん、今んとこ安全。いや、今日はあの、僕、ご飯持ってないんで。あ、なるほど。いや、だって全自動装置だと聞いてきたから。ダメージね、食らわないですね。ダメージ食らうはずないから。もし大丈夫か、ダメージ食らったら回復しようがないので気をつけてください。ドキ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 。大丈夫。あと3本。おお、順調。トロコ乗ってるからお腹も空かないしね。確かに。いいね。あれでも剣振ってたらお腹減らねえか。いや、剣振ってたらお腹減る。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。待って、これワンチャンガシあるぞ。そうでしょ。マジで。えってなるとガシありえるの。やばい。まあ、餓死してから考えましょう。いや、一旦餓死させないで。あの、ブレーズロットをしゃぶってもらって。ポテトって言いますもんね、ポテトって。ポテトって言う、そう。いや、食べれないのよ。あ、6本来た。おー、ナイス。じゃあ、ちょっと進んでもらって。これ、このレバー？はい、レバーを引いてください。あ、開いた。そしたら次の道が開きます。うわー、来た。いってらっしゃいませー。なんだ次、要塞だ。第2休憩ゾーン。男のウィザスケロードって書いてある。
はい、こちら納金式ウィザスケロとなっておりまして、はい、上のレバーを引いてください。ガチャ。何するとですね、あ、すげえ、ウィザスケが無限補充されますんで。うわー、やべえ、やべえ。ちょっと待ってごめんなさい、これまさかまさかです。出すまで倒してください。え、で、これこれ出る、これこれ何をいくつだよ、何をいくつ。これをウィザー召喚だから頭3つなんで、ちょっとサーバーが壊れるまで一回止めておきますね。あー、オッケー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 。ウィザースケの頭を3つ出せばいいのね。はい。これもしドロップして届かなかったらどうするんだ。ん、また頑張って取れる位置になるまで頑張る。いやいや、これ取れるか、これ取れるか。大原先生、だな、はい、これ全く拾えてませんが大丈夫でしょうか。あ、でも骨が1本手に入った。 あ、手に入った、じゃあ届いてよ、届いて、届いて、じゃあいけるか。大丈夫かこれ。あ、でもちゃんと5本、5本あ、手に入ってる、手に入ってる、拾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 ってる。ただ、実はですね、お腹がすき、あ、頭出てない。え、頭出てない、あっちに。あ、出てる、出てる、出てる、見え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 る、すげえ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 、2.5% もう引いてる。すごい。でも拾えてない。どうやって拾うんだ、これ。拾えない。頭出てるんだ、向こうに。おい、これ、装置側の欠陥じゃないのか、これは。あー、拾えんか。手伸ばせんか、それ。ひどい、ひどい装置です、これは。あ、ここ一番多分、そうだね。運が絡むところだから。いや、運良かったはずなんだけど、頭こんなに序盤に出て。確かに。足元ほっぱで伝えときゃよかったな。あー、確かにね。なんか、今反省しないで。次回に活かせばいい。次回あんの。おじさん、多分もうちょっとゆっくりやったら全員に攻撃当たらないですか、俺。いや、これね、1体しか当たらないの。距離が絶妙になってて。乗ってるとダメなのかな。まあ、そうかもしれない。さあ、よし、倒れた。おー、来た。おー、1個です。ナイス。よし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 。じゃあ、あと12回。ちょっと同じことお願いします。とんでもないあれだな、装置だな、これ。オッケーオッケーオッケー。あ、でも別にあれだよね、3個出ればいいんだよね、頭が。はい、3個頭出せばいいんだよ。降りてやっちゃう。いやこれは許して、これは許して、別に。こっちの絶対いいでしょ。敷かれたレールには乗ってますね。そう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 。確かにレールから外れてる。レールの上は乗るかには乗ってる。あ、倒れた、倒れた、出てる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 。すげえ。いいよいいよいいよ。来てる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 。何体倒してんだこれ。うん、確かに。これだけ倒して出るか。確かに。あと想像よりもちゃんと早めに出てくれて。運がいいのかどうかもわからない。2個目、頭2個目。2個目。次次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 次。無限にあるなこれ。すごいなこの。すごいなこれ。行きましょう。これが男のウィザスケロードです。あ、出てる出てる出てる、もう出てる出てる、やば、早っ、よし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 、何体いるか知らないけど、いや今日持ってるよ。何体いるんだこれ。いや勝ってるんだよ、多分多分いっぱい。150体ぐらいも勝ってる。150体ぐらいも。3個ゲットです、3個ゲットです。まだ出てるしかも。オッケー、また出てる、また出てますね。本当だ、いやいや、3個でいい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 。じゃあこのゾーン後にしてよろしいでしょうか。はいはい、よし。いや、全部やってください。いやー、やばい、もうあの本当にお腹が空いて死にそうなんで。あ、そっか、ちょっとサーバーがすごいんで、ビザスケッパーやってもらった方が。食料どっか補給するとかあるかな。いや、食料補給ないです、ないです、食料補給ない。いや、信じよう、どっか手に入ることを。手に入らないでしょ。お疲れ様でした。さあ、来た。あー、マリオさんの、あ、何か右に。え、これは土台ボスだ。土台ボス、何これ、何これ、すげえ、ビザスケだ。もう、かられたユースケの怒りが。あー、押した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 。うわー、来た。うわ、橋途中で壊されてたんだ。危ない危ない危ない。恐ろしいやついたな。さあ、そしてこれで要塞ゾーンは、終了ですかね。一旦これで終了ですかね。ふぅ、大変だった。次のゾーンへ。ぽいぽいぽい。あ、あ、ポセ。あ、よし。さあ、続いては、あ、青森が見えてきた。さあ、どこ繋がってんの。あ、廃要塞だ。続いては廃要塞ゾーンです。来た来た来た。あ、廃要塞入りました。あ、ちょっとなんか看板が。ピグリン要塞には金がいっぱい、金ブロックを掘ってみよう。掘るか。
参ります。ホルト、あっ、じーって言ってる、じーって言ってる、危ない音するよ。うわー、おお、え、なんで、ね、金ブロックの矢だ。うわー、うわー、出てるけど金ブロックがいっぱい出ている。さあ、とんでもねえよ出てる。あ、よしよし、拾えねえ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 、いけいけ、よしよしよし、手持ちがドズってしまったか。手持ちがもうドズってます。あ、すごい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 、海洋祭。いや、もう海洋祭ですから、はい、海洋祭。こんなにはないでしょ。全然廃れ、全然廃れてないやん、こんな、こんな取れたら。わ、なんかピグリンがいっぱいいる。わあ、あ、ブルートもいる。ブルートもいます。交易所です。ラクンゾーンか、はい、交易所、はい、上のチェストのところに金、金を入れてもらって、金、あ、金ブロックを金にしないといけないね、はい、これを金にして、はい、これを入れると、はい、入れました。レバーを上げてもらったら、レバー、レバー届かない、よいしょ、レバーを一回降りないといけないのか、よいしょ、あ、上げます。あ、ナイス、来た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 、あ、これで攻撃をしてくれるのか。はい、で、下のチェストのところに攻撃の、おお、攻撃してる攻撃してる、はい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 、この間に後ろのブルートを倒してください。オッケー、こんなやってくださいみたいな。ブルートの相方、ピグリンブルートって書いてある。よし、行きます。ほらほら、硬い。あー、やりました。さあ、五大ボス討伐2体目、ピグリンブルート討伐でございます。ありがとうございます。ナイス。あと、ここはパールを出さないといけないのか。そうです。あ、4パール出てる。4パール、やったやった、ナイス。ここも運です。パール出るかどうか運だよな。いや、でもあんだけ金ブロックが手に入ってたら、確かに、いつか出るか。いつかは、いつか出るか。ご飯手に入ったらいいんだけどな。ご飯がちょっと不安です。あ、そしてここではソウルサンドも取っといた方がいいのか。あ、確かに。ソウルサンド。あ、パール来ました。パール来てます。おー、ナイス。いいよ。12パール必要だよね。一応パール来てるんですけど、ホッパが詰まっております。あら、あ、そういう、あ、待てば、待てば、待てば、あ、本当だ、詰まっちゃった。でもね、こっちにもね、パール流れてきてる。8パール、本当だ。あの、上のエンダーマンが、や、あの、死んで上にパールも落ちてますね。謎のね、なんか燃えたエンダーマン飛んできたり。ラッキーパール。ラッキーパール、ラッキーパールが上に、あ、来た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 。おお、さあ、これで14パール、これで十分でしょう。オッケー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 、ナイスナイス。さあ、そしてソウルサンドも一応ウィザースケ、ウィザー用に取っといて、ウィザー用に取っていただいて、あと糸と矢も一応持っとくね。うんうん、何があるかわからんから、うんうんうん、よし、ナイス。じゃあ、この廃要塞は後にしてよろしいでしょうか。はいはい、よし、参ります。いってらっしゃい。じゃあ、ブルート倒して、近っ、よいしょよいしょ。これを右に変えればいいのかな、これは。よいしょ、はい、これを右に変えてもらって、さあ、来た。おい、やばい、危ねえ危ねえ危ねえ、今エンダーマン邪魔されるかと思った、うん、さあ、エレベーターを登って、登って、エスカレーター登って、あ、ども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 こちらなんと、納金式ウィザー討伐場になっております。ウィザー討伐場、はい、あの、真ん中のエリアにあたかもなんかウィザー起きそうな場所があると思うんで、これか、そちらの方にこの泣く黒曜石の形に合わせて大丈夫置いてください。これでいい。おおで、頭も置くよ。はい、納金式、これ大丈夫、僕爆発巻き込まれない、これ。まあ、最悪ちょっと離れてもろて。いや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 、かなり怖いですが、で、行きます。行きます。近くない、近くない、これ。近くない。なんとかしてください。なんとかする。あー、逃げて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 、押せ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 。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。うわぁ。あ、大丈夫だ。危ねえ。いや、体力こっちマジで減ってってるから。本当に、本当にやばいです、これ。おー、イザが。イザが ?10 分待機です。
いつか倒せます。少しずつ減ってる。これはちょっと待ちますね。そしたらはい、でも5大ボス今んとこ順調ですよ。ウォーデン倒してブルート倒してこれでウィザーも討伐です。3体目が3体 目, 3体目あと2体あと2体ドズルさんの体力が持つか。いやーそれだけが心配です。ほんと村でパン取っときゃよかった。確かに確かに本当に確かに今ねハートが9で、お腹が半分減ってます。おーでもあと2体と考えたらそうだね。あと2体のハードさによる。いや本日も日柄もよくうん水屋だけどな今。やっぱたまにはいいんじゃないですかね、こういうまったりビザを倒れるのも待つというね。かなり長いですが何ですか。あいやいやいやすごく便利な装置ですですよね。はい、これ多分今10年後って出てます。また10年また10年何十年かかるんや。15台ボスぐらいになってんじゃん10年後。おー来るか。さあそろそろです。さあいよいよ削れてきております。一応記念品のネザースターも真ん中に落ちますがどちらでも大丈夫です。はい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 。倒しゃいいのに。あれはるき。おーはいはいはい。ネザースターをちょっと眺めながら、はい、次に進みたいと思います。思いっきり取れなかった。こっちこっち。はいそちらです。ほいよし続いてはあれもうネザー編終わったんじゃない。ネザー編これで終わりです。おお。あとはちょっともうアイテムなくさないようにしてもらって。アイテムねちょっと死なないように。パールとロッドをちゃんと大切に持って。うん、いやでも今んとこ完璧です。さあ来た。このままちょっと並べていただいて。何あれは。さあこちらの。まあすぐ長い道を進んでいただければ新しいゲートが出て多分ここに入ればしょさあゲートイン。おおなんかすごいの出た。ほう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 景色がいいぞ。ドズアクアライナDZ アクアライナーでございます。 DZ アクアライナーすごい。おーおーじゃあアクアライナー出発進行。おおこちらは素材から分かる通り海底神殿雪となっております。あ海底神殿雪。あ, あすごい乗ってたらなんかぐる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 するこれすげえ面白い。ここがちょっとあの若干技術介入要素あるんで。技術介入要素あるの。ここから技術介入ある。そうでしょ。なんか上今から上に上昇するところがあるんですけど、うん、そうなった瞬間にあの前入力していただきたいです。なんかもう一回言ってもう一回言って上に上に上昇する箇所があるんですけど、うん、その前入力していただきたいですね。前入力 OK ちゃんと技術介入する。怖いな失敗しないか。もう来るよドキドキ。 あ海底神殿来た。さあ、あ、カメがいる、カメが。ここからかなり危ないです。あ、なになに危ない。あ、狙われてる、狙われてる、狙われてる。痛い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 。上がってる。前に行く。前前前前前。いた。これいたか。いたか。いた。いってる、いってる、いってる。大丈夫、大丈夫。やばい、体力もう半分しかない。やばい、やばい、やばい、倒すしかない。待って、しかもこれ。エルダーガーディアンとどうやって倒すの、これ。勝手に倒れます。あ、勝手に倒れるんだ。勝手に倒れる。勝手に窒息でダメージを受け。おー、なるほどね。僕がやられるのは先か。一緒に回ってるみたい。これ本当だ。いけ。いやでもちゃんとうまい感じ視線が切れてる。大丈夫大丈夫？あこれ大丈夫です。ああ掘れなくなったけど大丈夫これ。ビーム食らうことはない。ビーム食らうことはない。よし。よし。目が回る。やったー。ナイスやりました。持ってですね。ここから、この看板見えますでしょうか。看板見えるなんか。なんて書いてあります。見えないよ。ここで、あ、投げる。投げる。はい。一応氷の場所あるじゃないですか。氷の箇所が。
氷？あ、氷ある。うん、ここにアイテムを滑らせて向こう側の加圧板が踏めたら、そういうことか、あのレールが変わりますんで、ここで投げるっていうところでちゃんと Q でアイテムを投げてもらえればあ、むずそう。 OK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 。 あー、惜しい。頑張れ、ここ、頑張れ。あー、惜しい。頑張れ、頑張れ。ここ、いつか行けそう。お、あ、いたんじゃない？なんか、ガチャガチャ。あ、いた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 。おー、ナイスー。おー、出れた出れた。おー。ただいま、ハート半分の、ハート5です。半分。え、でも、あと1体だよね。いったいった。エンドラ、エンドラ、エンドラだ、エンドラだ、エンドラ。よし、待ってろ、エンドラ。いけいけいけ。怖え。エンドラ戦は…死なないで、死なないで、死なないでよ。死なないでよ。最終決戦に向かいます。頑張れ。頑張れ。おお、近いった近いった近いった。地下に行くということはもう…もうこれ向かってるな。いや、ドーさんの後ろにも新しい仲間が加わりましたよ。え、これ、あの、エルダーガーディアンの亡き殻です。あ、エルダーガーディアン。あ、水。おー、あー、大丈夫か。おお、あ、見えた見えた。あ、石レンガ来ました。近いっすよ。おお、あ、アイスパイ達成です。来た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 。チェストチェストチェスト。ああ、リンゴ、リンゴ欲しかった。リンゴが、あ、これこれ大丈夫か、これ。さあ、ちょっと待って、これ嘘でしょ。いや、これ、いや、だんだんゆっくりになるんで大丈夫。ああ、そっか。ああ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。ここに来てさらなる技術が入用する怖すぎる。じゃあ、アイ作りますね。はい、作りました。よし、じゃあ慎重にはめていきます。はめていいよね、はい、これ、はい、よいしょ。どうぞ。ほい、ほい。あ、なんか怖い。怖いよ、こんなにドキドキする。はい、ぴったりだよね、多分。ぴったりだから。おー、間違って投げたらちょっとやめてよ。終わりよ。 なぜかプレッシャーかけていく。プレッシャーかけないで。そして最後はめる前にですね。うん、はめる前に中にアイテムを入れると線路の向きが変わります。中にアイテムを入れると。あ、はい、あ、本当だ本当だ本当だ、変わった。これはめていい？これではめて、はめて、オッケー。え、これで？あ、そうすると、あ、こっちに行くんだ。あ、こっちに行く。新しいルートに行き、ははははは。すごい。おー、上がってる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 。なんだ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 。上がってる上がってる上がってる。おお。ダメージないといいな。すっげー上がってった。ダメージないといいなって言った今。へっ、うっ、うおー、おー、おー、うっ、あ、いやいやいや、なんかベジってトランスよ。ベジってた、ベジってた。ハート 2.5 です、ハート 2.5 です。ハート 2.5。 やばい、もうブレスに当たったら死ぬ。参りましょう、最終決戦。エンドラ戦です。エンドラ戦。こんなに上げる必要あったか。いや、やっぱ美しさが演出。うん。あ、なんか来た。いけ、一応名前がついてます。クリスタルは俺に任せろ、おら。あ、俺に任せろ、これ俺に任せろ。くんが飛んでった。さあ、 TNT が降り注いで。あ、もう一応降りてきてます。もう、あ、降りてきてる。いく、シュ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 。いや、この間にこの間にクリスタル破壊してくれたら、クリスタルが全部破壊できたらもう最短で。確かに。いいよ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 。あ、全部これだ全部これだ。おお、一発一発一発。これいいよ、かなり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 。あ、怖い怖いよ。大体4分の1削れたら飛びますからね。はい、そろそろか、そろ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 。じゃじゃじゃ、落ち着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 。記念写真、記念写真、記念写真、記念写真。そんな余裕ある、そんな余裕ある。記念写真、記念写真。あと 2.5 しかないのよ、こっちは。大丈夫か、大丈夫か。早く飛び立て、行くなら殴れば飛び立つ。もういっちゃう、もう一発いっちゃう。いや、こう一発いっちゃう、いっちゃう。おー、行かない全然。いた、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 いた。戻ります、戻ります。はいはい、戻りました。よし、緊急脱出。いや、ナイス回避。怖いよ、回避。ブレス注意、ブレス注意、オッケー。いや、真上怖いよ。あ、TNT ダメージが当たってる。 TNT ダメージが当たってる。 TNT ダメージが当たってる。かなり、かなり、めっちゃ当たってる。かなり、かなり、いいよ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 。
いいもう終わっちまえ。削り切る削り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 削いや、いい、食らってる、食らってる。行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ。このもや見てる、もや見とく、もや見とく。ブレス来たら教えて。はいよ。一、降りる流れな気がする、これ。よし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 。降りてこい。降りてくれなら終わる。来い、降りてこい。降りろ。行けそう。降りろ。降りろ。降りろ。気をつけて。あ、こっちブレス来た、こっちブレス来ました、ブレス来ました、ブレス来ました。じゃあ一回戻ります、一回戻ります。ナイスバック、ナイスバック。ナイスバック。ナイスバック、ナイスバック。よし。UD入ってる。UD入ってる、いいよ。近い来た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 最後だ最後だ行け頼んだオッケーどうぞさーいけーやっちまえこのエボスターは頼む頼むなんでこんなハラハラしないといけないの頼むよ誰でもできる装置です誰でもできるって聞いたんですがほら早くね嘘だ戻って戻って戻って戻るどうする戻れどうするあいつ何なんだ一発で今の何だ一を見せてくれ盛り上げてくれ盛り上げてくれエンドラも気をつけて気をつけてこのままでは終われねえとこのままではいやでもワンチャンワンチャンこれ TNT の軌道に降りてきそう降りてきそうもう一周して来るぞ来るか来ないか壊してる来た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 装置は壊れたもう装置は壊れたオッケーオッケーオッケーうぅよしよしよし頼む飛ぶないいよいける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 Tata 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 これパンがなかったことによってかなりすごい装置になりました。はい。ハート 2.5 残して。ああ、よかったよかったよかった。いやクリアできよかった。ああ、五代ボス到達できました。ナイスナイス。ありがとうございます。なんで先にこれえ小麦を置いとかなかったのいや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 確かにこれバージョン2ではバージョン2作るときは小麦をちゃんと置いときます村にはいということで、今回は、5大ボス、討伐装置、作ってみたでございますが無事5大ボス討伐完了でございますありがとうございますいやかなりいろいろドラマがある装置でございましたがはいまあでもこの装置を使えば誰でも簡単に、5大ボスが討伐できますよという装置なんとか作りました簡単に簡単にいやもう簡単にはい、僕たち5時間以上かけて作った超大作なのではい今回のこの装置すげえなって思った方ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしまーすお願いしまーすということでじゃあ本日の動画はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょうバイバーイじゃあねーバイバーイバイバーイ本日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いしますおすすめの動画もご覧ください高評価と動画のコメントもぜひしていってねしてくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。